モルガンライブラリー。モルガンライブラリーは、ニューヨーク市マンハッタン区、マーリーヒルにある美術館及び、学術機関。住所は、マジソンアベニュー225号、東36丁目との交差点である。もともと、モルガンライブラリーは1906年に、実業家であるジョン・モルガンの書物と絵画の、個人コレクションを集めた書館として設立されたが、1924年に、 息子の JP モルガンジュニアが公共法人化し美術館として一般に公開されているものである。この図書館はチャールズ・マッキムによって120万ドルで設計された。この建造物は1966年にニューヨーク市指定歴史建造物に指定され、同年アメリカが衆国国定歴史建造物に認定された。展示品としては書物や有名人による 実質書類が多く、ウォルター・スコット、バルザック、ディーケンズや、シャーロット・ブロンテなどの奏功、ベートーベンやモーツァルトの楽譜などある。今モルガンライブラリーは、美術館と研究機関の両方の役割を担っている。当初、コレクションの範囲は、ジョン・モルガンの司書であったクリーンによって集められたものだけであった。 グリーンは後にモルガンライブラリーの最初の司書となり1948年に引退するまでモルガンライブラリーの司書を務めた。彼女の公認者であるフリードリヒ・アダムス・ジュニアは1969年までこの図書館を運営しており、また彼のコレクションは世界的に有名なものであった。国際的に最も重要な収蔵品は装飾写本やスタブロの3枚続きの絵画、 リンダウ・コスペルズの金属細工などである。最も有名な趣向には、モルガン・バイブル、モルガン・ベアトゥス、アワーズ・オブ、キャサリン・オブ・クレーブ、ファーネゼ・イ・アワーズ、モルガン・ブラック・アワー、コーデックス・グレイジャーがある。これらの趣向の収蔵品は、ウォルター・スコットやオノレド・バルザックの作品の原本や、ボブ・ディランがメモした悲しきベーブと風に吹かれての紙切れも含んでいる。収蔵品には、 人気なブラ、出版物、ヨーロッパの芸術家の絵画などを含んでいる。例として、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・サンティ、レンブラント・ファン・レイン、ピーテル・パウル・ルーウェンス、トマス・ゲインズ・バラ、アルブレヒト・デューラー、パブロ・ピカソが挙げられる。また初期に印刷された聖書である、グーテンベルク聖書を3冊保有し、他にも多くの本が綺麗な状態で製本されている。 他にも古代エジプトの資料や、中世の礼拝物、コプト文学など、や、エミール・ゾーラ、ウィリアム・ブレイクの描いた、食の書アントワールド・サンテグ・ジュペディの星の王子様、パーシー・ビッシュ・シェリーのノート、ロバート・バーンズによる詩、チャールズ・ギケンズが手書きで、編集、構成したクリスマス・キャロルの原稿、ヘンリー・デイビッド・ソローによる雑誌、ベートーベン、ブラームス、ショパン、マーラー、ベルリ、 モーツァルドの公共曲第35番の本人直筆の注釈付き楽譜、ジョルジュ・サンド、ウィリアム・メイク・ピース・サッカーレ・レジョージ・ゴードン・バイロン、シャーロット・ブロンデ、ウォルター・スコットのアイン法を含むそれぞれの章の原稿が収蔵されている。これらの収蔵品の中には1907年から1911年の間にモルガンによって集められたオールドマスターの絵画、ハンスメム・リンク、 ペルジーのチーマダコネリアーノの作品も含んでいるが、これらの作品は収蔵品として注目されることはなく、ドメニコ・ギルランダ用の傑作であるジェバンニ・トルナオーニの肖像画は大教皇の時に、モルガン家の財政のために、ハインリヒテッセンに売却された。モルガンライブラリーの作品の中で、他の著名な芸術家には、ジーン・ブリューノフ、ポール・セザンヌ、フィンセント・ファンゴフホ。 ジョン・リーチ、ガストン・サンセイ、レンブランド・ファン・レイン、ジョン・ラスキンがいる。モルガン・ライブラリーは古代の中東の円筒印象を世界で最も多く収蔵している。円筒印象は絵が刻まれている小さな石の円筒に粘土を転がすことで作ることができた。また多くの楽譜の原稿とギルバート・サリバンの原稿と関連する芸術品を含むビクトリア朝の収蔵品を 収蔵している。オーストラリア人に興味深い収蔵品として、1516年に、アンドレアス・コルサーリがインドで書いた手紙のコピーがある。この手紙は現存している5つのうちの1つで、南十字星について、初めて記述している手紙である。南十字星は、コルサーリがこの手紙で初めて述べたことで、十字の名前が付けられた。この手紙の他のコピーのうち、1つは、 大英博物館にあり、二つはオーストラリアにある。五つ目はプリンストン大学の図書館にある。この手紙は探検の要約が書かれており、ラムジオ・ビアジの快革により、1955年から三冊の本としてベネツィアで出版された。モルガン・ライブラリーは、最初、チャールズ・マッキムによって、新古典主義建築に基づき、1903年に建設された。 モルガンはこの時、娘のために1ブロック離れたところに建てられた家にした。この家は1880年に219、マディソンアベニューに建てられた、モルガンの高級住宅の東の部分にあたり、東33丁目から36丁目にあった。マッキムは、ビラジュリア国立博物館とニンファイウムにインスピレーションを受けた。この建物の内装は豪華に装飾されており、 多色彩の円形の広間はもともと、モルガンの書斎であった三つの開かれた部屋に繋がっている。なおこの三つの部屋は現在は、司書の事務所と図書館そのものになっている。円形の広間は、半円の天井で、壁の左官工事は、ラファエロ・サンティに影響を受け、ハリー・モンブレーによって作成された。現在の西館にあたるモルガンの書斎は、アメリカの内装の最も偉大な到達点の一つと、 呼ばれる一方、東館は、三重の本棚が特徴である。モルガンの住居は、彼の死後の1928年に取り壊されたが、ベンジャミン・モーリスによって、特徴的な展示ホールと読書室を備え、元々のマッキムの建造物と調和する文館に、建て直された。図書館の建造物の中に残された、イタリア風の高級住宅は231。 マディソン・アベニューに面しており、東の端は三十七番通りにある。この建物はアイザック・ニュートン・フェルプスによって建造され、彼の遺言によって娘のヘレン・ストックスに譲られた。ヘレン・ストックスはアンソン・フェルプス・ストックスの妻であった。彼女はこの建物を増築し、広さを倍にして、さらに RH ・ロバートソンに屋根裏部屋を作らせた。彼らの息子の建築家、 アイザック・ニュートン・フェルプス・ストックスは1867年4月11日にこの家で生まれた。この家は JP モルガンに1904年に購入された。この家は1905年から1943年の間、JP モルガン・ジュニアの家として使われた。最近の修復はイタリア人建築家のレンゾ・ピアノとバイアーベルによって行われ。 2006年に修復が完了した。この図書館は外見的にはとても穏やかなものであるが、この建物は複合体の内部の空間を作り出すことを助けている。この図書館は工事中に閉館しており、その間多くの展示物がアメリカ各地で展示された。この工事が完了し、モルガンライブラリーが再開したのは2006年の4月29日のことであった。 この改修で建物は上下に増築され、地下の空間も確保された結果、モルガンライブラリーの展示スペースは倍になった。ピアノは半透明の屋根の下に読書のスペースを用意し、学者が自然光で原稿を研究できるようにした。また、マンハッタンの地下の岩盤をくり抜くことで、貯蓄設備を確保した。1987年と2008年の間、チャールズ・ピース・ジュニア、 は、モルガンライブラリーの理事を務めていた。2008年から2015年の、ウィリアム・グリス・ウォード理事の任期の間、彼は収集品を増やし、展示会を積極的に開き、2013年には写真部を新設した。これらの努力が若年層の関心を引くことにつながり、彼は多くの現代芸術の展示会に呼ばれるようになり、モルガンライブラリーの中庭に、 彼の彫像が一時置かれた。2015年にコランベリーを新しい理事に任命した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。